タワーレコードにお越しの皆さん、こんにちは。愛を歌うより俺に溺れろに出演しました大黒壇のカラムです。この映画は男女逆転学園ラブコメディで、かっこいい女の子とかわいい男の子のラブな話になっております。で、あと撮影現場や記者会見の その特定映像もいっぱい入っているので、ぜひDVD でもチェックしてください。 DVD はですね、11月30日に発売です。おいで俺の姫。ずっと好きでした、みずきちゃん、付き合ってください。男？男子校の姫が女子校の王子に恋をした、最強男女逆転学園ラブコメディ。男なんかに告白されても嬉しくないよ。カオルがいればそれで十分だ。アキラはこのむさ苦しい男子校に咲く一輪のバラ。もしかしてお前戦闘バラに入りたいのか？はい。女装なんかするわけないだろ。姫、アキラの胸キュン猛アタックが始まる。一緒に帰ろ。もう可愛いんだから。強い男になって戻ってきたよ。なんなんだあいつ。みずきちゃんは美しい青いバラだよ。曲はできたのか？もう来るな、とにかくほっといてくれ。お前にとってブラウエってなんだ？今まで私たち何のために音楽やってきたんだ？会いたい。みずきちゃんは諦めてない。だから俺も諦めない。迷わない。曲完成させてね。今のみずきちゃんなら書ける。新庄真由の大ヒットコミックを実写化。愛を歌うより俺に溺れろ。俺の姫、おいで。